どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトの案件をね、1個ね紹介していきたいと思います。で、本日紹介する、クレジットカード案件なんですけども、こちら一度ね、こちら解説動画でね、1回紹介させていただいてるクレジットカードで、まあその時もね結構細かく紹介させていただいたんですけども、今回はね、ポイントサイトの案件がまたね、再度ポイントアップしたということですんで、紹介ねしていきたいと思います。一回ね、いつだったかな、夏ぐらいに今回このポイントサイトの案件で、これ今3万1000ポイントまでポイント上がってるんですけども、それがね一回下がったんですよね。でも2万5000から7000ぐらいのねポイントずっと推移してたんですけども、また3万1000ポイントに戻ったんですよね。っていうことなんで、ぜひね、まだ発行されてない方はね、まあ、今はチャンスかもしれないんでね、ぜひね検討してみていただけたらなと思います。でまずね、この MI カードゴールドプラスっていうこのクレジットカードなんですけども、まあ、年会費は1万円かかるクレジットカードなんですよね。初年度からかかります。ですけども、まあ、特典はねすごいたくさんあるクレジットカードで、まあ、私個人的にはねかなりおすすめのクレジットカードの一つとなっております。でまずね、おすすめポイントをね、まあ紹介していきたいなと思うんですけども、まあ私のねダイヤモンド仕様とかの動画をね、結構見ていただいてる方は、まあ多分ねほぼほぼ登場してると思うんですけども、あの羽田空港国際線に、ティアットラウンジっていう、ラウンジがあります。まあこちらね航空会社のラウンジとなっていて、まあ、食事アルコールシャワーなどがね利用できるっていうラウンジになってるんですよね。まあ想像すると、まあ、ANA ラウンジみたいな感じのを想像していただければわかると思うんですけども、本当にそういう感じのラウンジなんですよね。っていうことなんで、出発までね、非常にゆっくり過ごすことができるラウンジとなっているんですよね。でね、もう一つおすすめポイントがありまして、このラウンジの。まあ、私ね、昨年 SFC 修行して、もう一昨年ですね、2018年に SFC 修行完了して、まあ、昨年ダイヤモンド修行してたんですけども、入ろうと思えば ANA ラウンジね、まあ、入れたんですけども、まあ、羽田空港の場合はですね、このティアットラウンジがある関係でほとんどティアットラウンジ行ってたんですよね。まあ、これなんで行ってたかっていうと、まあ、食事アルコールシャワーね、まあ、両方とものラウンジにあって、まあ、食事のなんですかクオリティっていうんですか、まあ、ANA ラウンジにはヌードルバーとかありますよね。っていうのもあったりとか、まあ、食事の種類もね結構豊富だったりするんですけども、そこよりかちょっとね種類は減るんですけども、このティアットラウンジっていうのは。ですけども ANA ラウンジって今すごい混んでるんですよね。まあ、有料でね入れるようになったっていうのもねちょっとあんのかもしれないですけども、結構混んでるんですよね。っていうのでこのティアットラウンジはねすごい空いてるんですよね。まあ私がねダイヤモンド修行とかで、まあ、利用するときに、まあ、大体まあ出発のちょっと結構早めに私空港に着くので、本当に 4,5 時間前とかに着くんですけども、で、まあ、ラウンジにね本当に3時間とかそのぐらいいるんですけども、本当にね20人以上見たことないですね、このティアットラウンジで。前回行った時だけちょっと人入ってたなと思うぐらいだったんですけども、まあつってもね一時の時間帯で多分10人ぐらいなんですよね。っていうので、まあ、かなり空いてるんですよねこのラウンジ。っていうので、まあそういう意味でもねゆったりできるっていう感じで、まあおすすめさせていただいてるんですよね。でまあ先ほど言った通りね、食事だけちょっとね種類は減るんですけども、そこだけっていう感じですかね。まあ私ねそこまでね気にならない、まあ食事のねそのクオリティっていう意味ではそんなに気にならないんで、まあいつもねこのティアットラウンジを利用させていただいてるっていう感じですね。まあそれがまあこの MI カードゴールドプラスでね、まあ入れてしまうっていう、ラウンジなんですよね。で次にですね、このクレジットカードを持っていると、まあ半年に1回ぐらいねクーポンが来るんですよね。で今ちょうどねそのクーポンが来てるんです。こんな感じでクーポン来るんですよね。まあこれね三越伊勢丹で、利用できる、喫茶レストランクーポンっていうクーポンなんですよね。まあ今回ね1500円分に上がってるんですよね。
前回まで1000円だったと思うんですけど、まあこちら1500円分がね、これ半年に1回ぐらい来て、まあ裏にね、利用できる場所とか書いてあるんですけども、クーポンのすごいところはですね、これお釣り出るんですよね。うん。すごいですよね。うん。お釣りが出ちゃう。だからコーヒー一杯みたいな感じで使って、まあお釣りをもらうみたいなことも、まあできなくはないんですよね。っていうので、まあこれがね、半年に1回来るんですよね。で、まあ1500円分。しかも、三越伊勢丹で想像すると、まあすごい高いイメージがあるかと思うんですけども、まあそんなにね、ピンキリっていう感じなんですよね、今。レストランとかも。ですので、まあそこまでね、すごい高いお店ばっかりかっていうとそうでもないので、まあ、非常に利用しやすいっていう感じの、レストランなんですよね。で、まあこのクーポンが使えてっていう感じで。で、次に、年間4200円の、分のね、クーポンが届きます。ちょっとね、こちら、ここら辺かここら辺にね、画像をバンって出しておきますけども、まあこちらね、4200円分が利用できるゴールドカードクーポンっていう風になってるんですよね。まあこれが、まあ伊勢丹ストアだったら使えるんですけども、まあ伊勢丹で普段買い物しない人が、これ消化できるかってなると、まあ難しい部分はあると思うんですね。ですけども、まあこれね、羽田空港国際線、国内線の今第2ターミナルはちょっと閉鎖してると思うんですけども、第1ターミナルとかのね、お店とかでも利用できるんですよね。カフェみたいなところでも利用できますんで、まあそういう意味ではね、まあ非常に消化しやすいんですよね、この4200円分のクーポンも。まあちょっと第1ターミナルしか空いてないっていうので、ANA の場合はね、ちょっと使えないんですけども、制限エリア内まで行かなきゃいけないんで、これだけ利用しに行くってことはできないんですけども、その飛行機に乗るタイミングでね、まあ利用できるっていう感じなんですよね。まあこれがね、結構いろんな空港にあって、まあ国内でしたらね、結構使い勝手がいいんですよね。しかも4200円分の利用できるということですんで、まあそういう意味ではね、すごいいいんじゃないかなと思います。で、このクーポンなんですけども、まあ年度によって配られるんですよね。ですんで、今入ると、2019年度バージョンが届きます。で、次に、2020年版がね、また届きますんで、まあ、ちょっとね、あと2ヶ月ぐらいしかないですけども、まあ、ちょっとね、期間は短いですけども、まあ、そんな感じで、まあ、2回分もらえるっていう感じなんですよね。ですんで、まあ、私的にはね、まあ、かなりおすすめなんですよね。まあ、私、ちょうど、一昨年の夏ぐらいに入って、その時にそのクーポンが来て、で、年を上げたらまたクーポン来たんですよね。っていうので、まあ、合計で8400円分、まあ、利用できましたんで、まあ、すごいお得ですよね。うん、まあ、そのカフェに、私が利用したね、羽田空港国内線のカフェでは、普通に食べ物とかね、まあ、お酒とかもありましたんで、まあ、そういうところで利用できるのはとてもいいですよね。もちろん、お釣りも来ますっていう感じなんですよね。それでね、まだあるんですよね。で、こちらの MI カードゴールドプラスを持っていると、新宿で、この三越伊勢丹が提携している、駐車場、まあ、こちらね3時間まで利用できるんですよね。いや、これすごい特典ですよね。まあ、私この特典ね、一番すごいんじゃないかなって思うぐらい、すごいと思うんですよね。新宿で3時間って多分3000円で効かないですよね、多分ね。おそらくですけどもね。うん。っていうので、しかもこれ買い物に関わらずなんで、簡単に言うと、このクレジットカードを持っていれば、新宿で3時間無料で駐車場を止めれるっていう話になっちゃうんですよね。うん。すごいですよね。うん。ですんでね、これの特典はね、いつか解約されるんじゃないかなと思いながらね、いますね。で、次にですね、空港の手荷物サービス、ありますよね。空港から、帰るときにね、自宅までスーツケースを送ってくれるっていうサービスがありますよね。まあ、その動画でもね、多分言ってると思うんですけども、この MI カードゴールドプラスなんですけども、こちら、私、券面持ってるのが見ていただければわかると思うんですけども、これ、アメックスのやつになってますよね。これね、アメックスの国際ブランドしか対応じゃないんですけども、アメックスの国際ブランドにしていただくと、羽田空港、成田空港、中部、関西、そこの空港で、手荷物宅配サービスがね、無料で受けれることができます。しかも、これは回数制限がありませんので、結構出張とかでね、国際線乗るとか、
SFC 修行とかね、ダイヤモンド修行とかで、まあ、結構ね頻繁に、まあ、ストップオーバーとか使ってるとかね、まあ、いろいろ理由はあると思うんですけども、まあ、そういうのでね結構、国際線でね、帰るときにねそういう空港を使うっていう際はね、まあ、このクレジットカードがあれば、まあ、何回でも送れるっていう感じなんですよね。まあ、このね手荷物宅配サービスって、まあ、実は 2,3,000 円1回するぐらいのサービスなんですよね。まあ、結構、クレジットカードにね付帯しているサービスですけども、やはりこれ強いですよね。っていうので、まあ、そういう特典もありますっていう感じなんですよね。で最後になんですけども、まあ、先ほど言ったティアットラウンジっていう羽田空港国際線にあるラウンジなんですけども、ラウンジに入るだけでしたらこのクレジットカードは MI カードゴールドプラスっていうクレジットカードなんですよね。でもう一個 MI カードゴールドっていうクレジットカードがあるんですよ。ちょっと名前がね分かりづらいクレジットカードなんですけども、まあ、そちらもポイントサイトに案件が出ていて、こちらが今ね3万1000円で出てるんですよね、ポイントサイトの案件で。で発行して、発行後に1万円使うと、まあ、条件達成で、まあ、3万1000円分のポイントがもらえるんですけども、そちらの MI カードゴールドだと、発行後に1万円使うんですけども、年会費が5000円で、発行後に1万円同じように、ね、使うと、1万5000円分がね、まあ、もらえる案件が、ポイントサイト EC ナビでね両方とも出てますんで、まあどっちね利用してもねいいと思うんですけども、私的にはねもらえる金額がね大きいので、まあこっちの方がまあどっちかというとお得かなっていう感じですね。MI カードゴールドの方は、年会費5000円で、で1万円使わなきゃいけないんで結局1万5000円分使えますよね。でポイントサイトからもらえる金額も1万5000円なんで、まあトントンって感じなんですよね。でこっちの MI カードゴールドプラスの方は、年会費が1万円で、ポイントサイトからは、3万1000円で、ポイントサイトの条件で1万円使わなきゃいけないんで、まあこっちだと合計2万円、まあ支払うっていう感じなんですけども、まあ、ポイントサイトからね1万1000分あ3万1000分がねもらえますんで、まあ、それを考慮しても1万1000は手元に残りますんで、まあ、そういう意味ではねとてもおすすめ、こっちの方はね、まあ、個人的にはおすすめかなっていう感じですね。いかがだったでしょうか。今回はですね、MI カードゴールドプラスのね、ポイントサイトの案件をね、またね、3万1000円までね、ポイントアップしましたんで、紹介させていただきました。羽田空港をメインにされている方はね、私このクレジットカードかなりおすすめなんでね、ぜひね、検討してみていただけたらなと思います。この動画がね、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。